こんにちは、土の子です。今日は12月11日、バチトレールセンターは更新日です。Hi there! Welcome to Nintendo Budgie Arcade! Merry Christmas! We've got new batch today! びっくりしたもん。急に英語バージョンになったのかと思った。英語うまいね。Thanks, buddy! やめて向こうでもこんな感じなのかな。ん？日本語？あ、すいません、お客さん日本の人っすよね。さっき海外のお客さんが来てたんで間違えちゃったっす。すんません海外のお客さんも爆買いじゃなくて爆ゲットしてくれてる感じっすよ。お、調子いいのかな。ちなみに英語だとうちの店の名前任天堂バッチアーケードっす。んー、任天堂バッチアーケード、略して NBA っすねマジかっけえさ、ほんとだね。 NBA だね、バスケ。じゃあ NBA の新バッチ、今週はカテゴリーが豊富っすよなんかすげえかっこよくなった。星のカービィ三条ドロッチェ団、任天堂 DS のカービィっすね。ドロッチェ団はネズミの盗賊団、宝箱を取り合ったりするんすよ。ほう、このゲームだけのコピー能力も、アニマルは穴を掘ったりできるっす。今年人気だったスプラトゥーンには今までと違うテイストのバッジも追加。おお、かわいい、そして綺麗。これはギアパワーのアイコンですね。イカダッシュ移動速度アップとか。アップデートで追加された武器のパブロも書道家みたいですね。おお、すごい塗りたくるんだね。ファミコンリミックスからは冬にぴったりなアイスクライマー。協力プレイが熱いゲームス。でもたまに邪魔したりも。まだまだとっておきがあるっす。ここからはクリスマス特集第2弾。まずはこれ、サンタマリオのバッジが再入荷。うん、いいね。入荷中のマリオ、クリスマスのテーマにデコると超寒そうな感じに。なんか前も見たことあるな、このデコリ。お支払いプレイ180円でプレゼント中っす。そんな超寒いホームメニューに女神が、サンタの日記姉さん。猫くんとパンダくんもサンタの帽子。クリスマスパーティー楽しそうっす。いいね、かわいい。さらにハロウィンで大人気だったあの魔女が再登場っす。サンタコスプレのアシュリー様、クリスマスに降臨っすよ。かわいい、めっちゃかわいいんだけど。いいね、髪長い人好きだから。魔女だけどクリスマスはエンジョイ、プレゼント配達中っすね。そんなアシュリー様からの一足早いクリスマスプレゼントが無料プレイプレゼント。これスペイン語で無料プレイって意味っすか。うんうん、アイジュジャダグレイグレーティスもう全然読めない。ちなみに12月18日からはうちの店のオープン1周年記念イベント。おお、過去最高の超豪華イベントなんで絶対に行ってほしい。めっちゃハードル上げるね、バイト君大丈夫？お、超期待しちゃうよ。さあやっていきましょう。ちょっとね、もう朝から情報が入って、アシュリーをね、これ隣にね乗せたくなると思うけど、隣に乗せたらね、かなり厳しい展開になるので、これはね、右からね落としていった方がいいです。アシュリーのね下のバッジを先にね落とすのがいいみたいなんで、皆さんね狙われる際にはここのアシュリーの横に爆弾乗せたりしないようにした方がいいと思います。さあ、じゃあ僕は何やっていこうかな。よし、今日はニッキー姉さん行きましょうか。プレゼントニッキー姉さん、ニッキーさんの上に、壁がありますね。先に右から綺麗にしていこうか。猫くんを掴む感じでいきます。はい、頼む。押し出してくれ。落ちないかな。あ、しっかりしっかり挟まっちゃってる。じゃあクリスマスブーケを押してケーキを取る感じ。よいしょ、押して、あー、ケーキ取りたい、ケーキ取りたいけど、あ、でもニッキーさん狙えそうじゃない。はい、パンダくんと猫くんがゲットできました。おしゃれプレイいっちゃうよ。さて、じゃあニッキーさん狙ってデコケーキをね取っていこうか。ギリ止め、ほい。さあどうだ、入ってくれ、頼む、落とさないでくれ。あー体当たりはしてくれました。まあ1個取れたから OK でしょう。もう1回ニッキーさん狙います。はい、これは大丈夫じゃない。プレゼントにしっかり掴んで、もう大丈夫だよね。 OK、
そんなに苦労せず取れますね。ミッキーさんゲット。リースの方も取っていきましょう。ふむ、似て余りか。4手でコンプできましたね。いや5手か、 5手ですね。あ、しまった、練習台忘れてた。練習台行くの忘れてた、流れで。練習台がまだあるや。ということは3手ぐらいはあるっていうことだね。なるほど、ちょっと3手で取れそうな台を、よし、このギアをちょっと押してみようか。まず右のね、30アップっていうやつを押して、右下に行かせようとしたいんだけど、この走るやつと、なんだろうこれ、本拠地のバッジに、あ、もう刺してみようか。はい、どうだろう。うわー、全然行ってくれなかった。うん、ふむ、ちょっと固まってるね。どうしようかな、30アップが思いのほか行ってくれなかった。奥を押してみようか。奥のバッジを押したらどうなるんだろう。はあ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 、あー、あんまりなんかいまいちな感じで残りそうだねこれ。はい、ニッキーさんと、ギアのバッジ、ゲットできました。じゃあちょっとね、変則的ですが練習でいきたいと思います。今日の練習キャッチャーはフリーザーの台ですね。絶対レードは当たれば必殺、当たらなければどういうことはないって感じですけどね。じゃあ練習スタート。うん、まずは上から打っていこうか。ちょっとデリバードとルージュナの間あたり、この辺狙っていこう。はい、ドン。うん、さあこの後どうしようかな。そしてデリバードと、あ、フリーザとデリバード、おお、いけいけ。ふむ、そしてデリバードを、おお、フリーザがあんなに。よし、これでみんなから、教えてもらった壁ドンを、おいしょ、おしよしよしよし、あー惜しい、フリーザ取れないね。もう一回壁ドン、よいしょ、いけ、あー、やりました。みんなのおかげでね、壁ドンを習得しました。壁ドン跳ね返り法を習得しました。さあ、アコあたりなくても1プレイ無料ですね。ふん、残念、1プレイ無料。1プレイじゃちょっと取れないかもな。とりあえず右上のバッジより左下のバッジを優先して取りたいんですけど、うん、どうしようかな。あの一番奥のね、黒いのが取りたいんだけど取れないよね多分ね。一応狙います。よいしょ、押し出して、あー取れない、取れない、1個しか取れなかった。これ難しいね。これ最後残ったのを取るのが大変だなこれ。はい、練習やってもね、1個しか取れませんでした。はい、それじゃあ今日のミバスコネ行ってみましょう。スーパーマリオワールドのボス戦、土管から出た瞬間に頭を踏め、おー、あるある、レミーとウェンディのボス戦っすね。火の玉を避けるのが大事っす。なんか偽物も出てくるよね、2体ね。ビスケットを網の上で叩いたらワッフルになるってマジっすか。粉々に砕け散ったんすけど。ビスケット叩いたらワッフルになるっていうのはなかなかないと思うな。2つにはなるだろうけどね。はい、それじゃあね、今日はここで終わろうと思います。今日はね、新台追加して、最初ね、英語で話されてドキッとしたけど、英語わかんないからね、僕ね。今回も新台たくさん入りましたね。いろんな種類があるかな。ニッキーさんのバッジは、そんなにね、超難しいわけじゃなく、そこそこ取れるのでね、今日みたいに無料プレイが多い日に狙った方がいいかもしれません。あと最後にやったね、スプラトーンのギアバッジ。これもね、こう、ポロポロ言ってくれるかなと思ったんだけど、やっぱ最後ね、残ったのを、地道に取るのはかなり手数がかかる感じで、なかなかね、少ない手数じゃ取れそうにないかな。こんな感じでね、
寝台も1日1課金で楽しくねプレイしていこうと思うんで、よかったらねまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。